everyone, how are you doing? And this is Colin's channel. Today, I'll be introducing about myself since this is my first post. So please keep in tune. これは初投稿なので、自分の自己紹介を後ほどします。どうぞ。名前はカリン、K-A-L-I-N です。R で日本人は書くと思うんですけど、R って書かれるとちょっとね、悲しい。2000年生まれの15歳の高校1年生です。アメリカのニュージャージーというところに2年間生まれてから住んで、そこから日本に行って2年間経ったらまたシンガポールに来て、今シンガポールに住んで11年目です。残念ながら来月からは香港に引っ越すことになり、11年間ずっと自分の家だったこのシンガポールとさよならするのはかなり辛いですね。学校はちょうど夏休み入ったんですが、インターナショナルスクールに通ってます。あ、香港でもインターナショナルスクールに通います。はい。あ、母は日本人で、父は中国系のマレーシアの方なので、一応ハーフとなります。はい。でもマレー語は一切喋れません。でも5年生の修学旅行の時に、あるガイドみたいな人が「あらわ」っていうのを言ってて、スイーって聞いたら「日本語と一緒のあらわ」っていう意味だよって言われたので、日本語とマレー語の「あらわ」は一緒なんだと思いました。それ以外はもう自己紹介をマレー語ではできません。日本語はあまり得意ではないですが、一応家族の中でも日本語を話していますし、日本人の友達とも日本語を話して、まあなんとかやってます。一応塾、日本の塾、ここシンガポールで日本語の塾とか通ってたり、補習校を行ってたので、まあまあですね。日本語はどちらかというと英語の方が得意です。たまに英語で独り言とか言ったりしても、まあ許してください。好きなアーティストは学年の中でも超みんなに言われたり、バカにされたり、一緒にそれを話して盛り上がったりして、好きなアーティストはテイラー・スウィフトです。もう結構なファンです。この絵も実は友達が誕生日プレゼントに書いてくれて、似ている。去年の11月シンガポールに来てくれたので、そのツアーも見に行きましたし、初めてのライブで本当に盛り上がってもう幸せです。テイラー・スウィフトのコスプレもしたことあるし、こうやってすごいみんなも私がテイラーの大ファンって知ってるので、学校の廊下とか歩いていると「おー!」とかって言われて、テイラーの曲の歌詞をパーって言われるから、私も次の B メロ歌って返さなきゃって感じで、それで結構会話が弾むことになります。好きな本は、まさに今ハマってることですね。日本語の本、読書することがハマってます。夏休みに入って1日1冊のペースとか、2日に1冊のペースで読んでいます。こちら山田雄介の本ですね。まあ、一番有名な小説といえばリアル鬼ごっこで映画化されて結構ヒットされたっていう話なんですけど、ホラー作品とかこうゾクゾクして、しかも私みたいな日本語があまり上手じゃない人でも理解できるし、本当におすすめです。以上、自己紹介はここまでです。ちなみに今もメイクしてますけど、これが友達とのディナーがあるので、一発目はこんな感じですけど、あまり期待しないでください。ぜひチャンネル登録してみてください。